ははい皆さんこんこにちは村長です今日はサムネのタイトルにもありますように YouTube チャンネル登録者5,000人を少し前に達成したんですけれども何のイベントもしていませんでしたですから今日はですね「スタジオ i ユーダー限定」ということなんですけれども僕の作った超便利なマクロをプレゼントさせていただきます。 スタジオワンユーダーの方はそのまま使えますので是非やってくださいただし動画は最後まで見ないとですね意地悪じゃなくって入れ方とか使い方が分かりませんのでいつもならいやーもうあとは分かってるよそれもいいと思いますが今日は最後まで聞かないと全く意味がないと思いますところで U j a m のアンバーを買ったけれども インストゥルメントモードでメロディーの音を鳴らしたいと思うのに全くならないそういう方いっぱいいてると思いますこれは UJAM にいくら言ってもバグではありませんのでね間違いのないようにしてくださいこれはですね今ピンクのトラックにメロがありますこういうことですねメロがあってもちろん C3 より上にないといけない ここの C5 のファーの音以内に収まっていないといけないわけですねこのメロディの約束はちゃんと守ってくださいでも守ってるのに全くならないもちろんなりませんちょっと鳴らしてみましょうはい別トラックのパーカッションだけが鳴っていると思うんですねいくらやっても絶対になりません ここのキースイッチのところでですね、トリガー、ここのオンでもいいです。この二つのどちらかをするとですね、確かになるんですが、でも、なんかコード弾いたみたいに和音で鳴っているんです。 これではこのメロディーをメロディーとしてもしくはソロとして使えませんよね。なんとなくかっこよくはなってるんですけれども、でもこれは目的とは全く違います。じゃあどうすればいいのでしょうかこれからお教えしますので2つあります。この2つさえあれば音が鳴ります。まずコードストロークをしないようにするために C1 の F シャープ、ここですね。これ、ここ。はい。 ここのところに最初からこのようにラインを引きます。そうしましてもう一つですね。これはどこと言わなくてもいいんですけれども、キースイッチの参考になるピッキングセレクションというところがありますよね。ここを指定すれば音が鳴るんです。例えば一番高い弦のラの音。これで鳴るんですが、 ちょっと鳴らしてみますねお1個しかならないですよねじゃあどうするのかこっからはですねもうこの時点で初心者の人にはとっても難しいですちょっとここは真剣に聞いてくださいはいここにこのようにメロがありますねこれをまず第一のポイントコントロール A で全部選択してください そうしましてコントロール C でコピーしてくださいそこまでいいですかそしてですね貼り付けするんですけれども編集からペーストってあってコントロール V があるんですが元の位置にペーストコントロールシフト V これをやってくださいコントロールシフト V これで真上にコピーできたんですね真上になってるかちょっと確認しますね 二重になってたらいいんですが、わかりますか二重になってましたね。戻します。はい。これでペーストができたわけです。そしてですね、アクションというメニューのところに、トランスポーズというのがあります。これでですね、すべてを次に移動ということで、G2。ここで言えば、ピッキングセクションというところの第二弦ですね。これに僕は捨てますが、 好みにより、このように A2 でもいいです。どこでもいいですから、このようにして OK を押します。そうすると、はい。このように一直線になりました。これでいけるんです。この二つのポイントですね。ストラミングはしない F シャープの位置。そして、このようにですね、ピッキングセクションに 音符の数分キースイッチを入れないと鳴らないんです。鳴らしてみましょう。はい、鳴りました。でもですね、ちょっとなんかか細いですね。これは後からこのように選択をしまして調整すればいいんです。 必ず発見のところへ持っていきます。はい。このように発見のところに行きます。普通の矢印キーでは行かない方もスタジオ i One の場合います。他の DAW の方はこういうキースイッチ、これサウンドバリエーションと呼んでいますが、このサウンドバリエーションに引っかからないので、 簡単にこう矢印で動くんですが、これ僕矢印今トン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 押してます。押してますけれども、これは行かないんですね。じゃあこれ行くようにするのにはどうするか。またスタジオワンのことを覚えないといけないんですよ。大変ですね。これは、ここの工具マークのところからキースイッチの向こうか。これをすると、はい、色分けがなくなりましたよね。 このようにすればいつでもどこにでもこのように行くんですじゃあちょっと低い弦のあたりでここは弦にして3弦この3弦で鳴らしてみましょうもう少し太い音が鳴りますはいちょっとベースっぽくなりましたよねもっと下げてみます ここならどうでしょうこのようにですね弦には特徴があるんです,ですからこうやって一番これ低い弦ですいわゆる6弦これで鳴らしてみましょうはいもうベースのノリですよね それなら一番高いこのラーの音1弦で鳴らしてみましょうここまで理解できましたかまだまだ難しいことが今日はありますのでですねこの時点でギブアップということのないようにしてくださいね。 もしわからないなら何度も見直してやってくださいそれでです僕の5000人達成プレゼントの話へ移っていきたいと思いますこれとっても大変ですよねじゃあこれは一旦消しますメロディーだけが残りましたちょっとこれ隠しておきますね皆さんはマクロオーガナイダーというのを使ったことはあるでしょうか まあ多分9割の人は使っていないと思いますけれどもここにですね今日のプレゼントメロディーと同じトラックというのと別トラック僕は先日からの話でですねここにミディポリッシャーというこういうのを使ってキースイッチだけ別にやってるこういう使い方を申してくれてる人はですねこの別トラックというやつを動かしてほしいんですが メロディーと同じトラックにキースイッチを並べたい。そういう人はこちらを使っていただく。まあ、どちらにも両対応していますので、ダウンロードしていただくときに、デッド IP ファイル、ZIP ファイルですね。圧縮ファイルで提供しますのでですね。それを開いたらですね、スタジオワンのマクロホルダーに入れてほしいんです。えマクロホルダーってどこにあるのはい、ここに書いてます。 マクロホルダーをエクスプローラーやファインダーに表示という風になっています。それを開きますと、このようにマクロがいっぱいあるんですね。ここにこのように2つありますよね。皆さんは圧縮ファイルを解凍したらですね、このホルダーに移動もしくはコピーをさせてほしいんですね。それをやった後に、ここに再読み込みというのがありますので、これをピュッ とやっていただくと A のつくのは僕のやつのがこれが一番早いですので一番上のところにこのようにマクロを読み込むことができますそうしましてこれだけでは使えないんですね今度はスタジオワンのキーボードショートカットというのを見ていただきますそうしましてここにアンバーこう打つとですねはい出てきました今 皆さんにお話ししているのは同じトラックですから僕はコントロールオルト10キーの位置これに設定してあるんですねここでキー入力というところでですねコントロールオルト 1Mac の場合でしたらコマンドオプション1もしくは皆さんの空いているキーボードマッピングのところにですね入れないといけません もう今コントロールオルトテンキーの位置を使っていたらですねダメですよということが出ますので別のショートカットにしてくださいたまたま僕はコントロールオルトテンキーの位置ですこのように設定をしますそうするともう魔法ですよここからははいこうありますよねこれを選択しておいてもらいますそしてこのようにですねピアノロールエディターを出してもらいます カーソルはどこの位置にあっても大丈夫です。そして、ループにも影響があるのかなと思ったらダメですので、このループを長めにしておきますが、ループも自動設定してくれます。よーく見ててくださいよ。よーく見えるように大きくしておきました。思いっきり狭めておきますね。なるべく大きく取っておきます。これから、用意どんで、魔法が起こります。コントロール、オルト、1。はい。 こんな風になりました。これはですね、上はメロディーがもちろんそのまま残っています。C3 より上ですね。はい、見てください。ここです。これは元のメロディーです。そうしまして、今度はここはオープンで弾く音です。そして G のシャープ、これはですね、ハーフミュートで弾く音です。 このオープンとハーフミュートに自動的に振り分けたわけですねそうしまして今度はどの弦で弾くかというのがですねこれは第2弦ですね第1弦はこことここ第3弦はこれというふうに分かれてくれたわけですこの1弦があまりにも低いなと思えば今のようにコントロールと 横のピアノの絵のところを押すとこのように設定ができるわけです。2つのところを選ぶというときはこのようにして囲めば選べますよね。これを後からあやっぱりここに上げようとかですね。それは自由にやっていただいたらいいですけれども、一旦このまま元のままでちょっと鳴らしてみます。先ほどのように一列に、 2弦だけ1弦だけするよりもとっても表情が出ます聞いてみてください今度は今やりましたようにこれを上げていきますこういうふうに上げましたじゃあこれで聞いてみるとどうなるか。 ななんとなくニュアンスが変わりましたよね。そしてここの F シャープの位置これを入れてあるのは単純に音を単音で鳴らすというこのキースイッチですけれどもこのためだけではないんです。どういうことかというとですねじゃあこれをストロークの方に持っていけばちょっと聞いてみましょう。 こういうことやプラグインを出しましてですねトリガーモードに切り替えるとこのようにもできるわけです。ここにに自動的に きました F シャープというのはいろんなバリエーションをこのようにして動かしたりですねすることができますし例えば持っていくところによってははい今このようにできるから僕は予備のために F シャープここに置いたわけです。でこれ 何度でもできますからここより下をこのように削ってですねそしてここでコントロールとと1とすると何度でもこれができますもちろんこの F のシャープは先ほども申し上げたように必ずないといけないものではありません。f のシャープをですね 有効に使ってもらえばいいだけでですねトリガーモードがオフの時でなおかつコードストロークがないという時ですねこれがなくても単音のメロディーが鳴りますがここにダウンストロークのスイッチのところへ例えばこれを持っていったとしますよね。 そうするとこのようになったりしますからこれの位置でいろんなことが変わるわけですこれはアップストロークの途中でストップする短いものですねこのようにキースイッチの場所を切り替えてもらうということで もう一度最初に戻りますけれどもこの状態になった時はこうやって単音演奏ができるということですどうでしょうかこうやって一発でできる単音演奏このマクロを皆さんにダウンロードしていただくように概要欄に貼っておきますもちろん今日までですね どちらかというと別トラックにすることを推奨していますのでこのトラックをこちらに持ってきてですねこっちの方でするときはキーボードショートカットでアンバーのところの別トラックというのは僕はコントロール・オルト・ A アンバーの A つけたつもりなんですけれどもこうしてありますからコントロール・オルト・ A こうするとですねこうやってキースイッチに なるんですけれどもメロディーはなくなっていますよねもちろんメロディーいらないわけですからこういうふうに全部自動でやるようにするわけですこれがないとですね一番初めにも申し上げたようにこれを変えようとしたらここでノートをランダマイズというのを選びましてですねそれをどこに振るんだということで G シャープの2から A シャープの2、このようにしましてですねノート調はなしにしてですねスケール適用 OK このようにですね手動でというかまあ自動なんですけれども手動でいちいち設定をしてですねこうやってやらないといけないわけですこうやるとですね なるのはなるんですけれども面倒なことをやらないといけないわけです是非ともですねマクロをダウンロードしていただいてですねそしてマクロのホルダーに入れていただくたったそれだけであとはキーボードショートカットを割り付けていただくその流れですねそれとこれをやる前に一つだけ気をつけないといけないことがあります それは作っている楽曲のキーに関係なく必ずこれをやる前に C のメジャーこのように合わしておいてください最後まで聞いてほしいと言ったのはここなんですこれをやらないで D のメジャーになってたりしたらですねこれはちゃんと動きませんですからこれを必ず C メジャーに設定していただいてマクロは実行してくださいその理由は 発見のところに置きたいから、それが理由です。とってもややこしいというか、難しいけれども、でも10分かかれば、今見ていただいたように1秒でできますので、600倍時短したことになります。今日のこの話だけじゃなくて、DAW の使い方というのは、勉強をして、そして深く掘っていけば、こんなに時短になるんです。 よく時短時短ということを言いますけれどもいや僕は趣味だから別に村長みたいに時間を考えながら効率よくなんてそんなんやってないよと言うんですけれどもでもこんなに便利なことをやらないというのは新幹線もできて飛行機もできてそして車もあるのにですねいや俺は東京大阪間を歩いていくんだ。 こんな人いませんよね。文明の利器は皆さん嫌とかなんとか言いながらでも使ってるわけです。スマホでもそうです。今や電話をかけないでですね、隣町まで人を呼びに行くなんていうことはもうありえないわけです。でも昭和初期はそうやってたわけですよね。これこそが DX であり IT であるのでですね、音楽の中にもいっぱい IT をうまく、 取り入れてそしてこれからは ai も取り入れながらですね使っていけばいいんじゃないかな僕はこういう風に思います賛否両論あることは分かっていますけれども僕は交通機関と同じようにですね東京から大阪まで走っていくことは僕はしないと思います今日は5000回のお礼そのプレゼントということも込めて まあ、スタジオはユーダーさんだけにしか恩恵がないかも分かりませんけれども使って効率化してみてください。村長スタジオでした。